返しなしで合わせるから一回だけ遊ぼう。なんか薄いけど音はって感じかな。音は弾かないけど、ただ私はここで弾く、で弾くから感じでやってる。本日の練習ですが、指揮者の清水博之先生に、いらっしゃっていただきまして、ドヴォルザークのシャニクサイ、グリーグのノルウェー舞曲、シベリウスの交響曲第2番の練習をしていきます。まあ、3年間時間かけて音楽に向き合ってきたので、いい演奏ができればいいかなと思います。ザラン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 、ちょっともう一回ちょうだい。せーの、ザラン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 、もう一回行こう、もう一回、そうや、それで合ってるよ。ザラン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 っていう、オーケー、バーチ、それ。音楽はやっぱり呼吸、みんなで呼吸を合わせることがすごく大事なんですけど、それがまだもう一歩っていう感じなので、みんなで弾いているとき、吹いているとき、演奏してるときの呼吸をもっとみんなで一体感を持って今の課題かなと思ってます、はい、個人的にはやっぱりメインのシベリウスの呼吸曲第2番に力を入れております。4楽章をやっぱりフィナーレで持っていくところがやっぱり感動的な終わり方をするので、そこは力を入れてます。シベリウスのティンパニーっていうのは、ロマンフの中でも結構特徴的な使われ方をしてまして、他の作曲家だったら一つの音でやるところがロールでなるようなところが多くて、結構そこはだいぶ技術的にも難しくって、まあ、練習する中でも苦労しましたし、先生にもたくさんご指導いただいたのはそういう部分かなとは思います。ここだけさ、どういうわけか、どうしようアーの方の音がさ、もうちょっと上の方が A が抜けるから、今のさっきと一緒で若干違う。やった方が音が硬さが効いてた。こっちの方がね、ちょっと沈んじゃう感じになるので、音が柔らかい。もう教え始めると止まらないので、教えるときは、ね、細かく、ね、とことん教えるタイプなので、まあそういうこともやったりもします。まあ、今やってる楽器はファゴットのトップっていうすごい重要な位置についているので、上の学年と同じくらい対等に頑張って演奏したいと思います。メインであるシベリウスの交響曲第2番でファゴットが大活躍する場面があって、まあ、2人一緒に吹くところがあるので、そこがまあシビアなところなんですけど、素晴らしい演奏ができるように頑張りたいと思います、はい。まあ、やっぱり長く続いててちゃんとした部活なので、まあ、その活動をうまく運営させていけるように頑張りたいと思います。まあ、今日もうだいぶ合奏やってみて、音楽的な部分はかなり出来上がってきてる部分が多いので、まあ、あとは各自ね、細かいところだけチェックして、あとは当日ベストな状況で本番迎えられるように、まあ、そこをあと4日間やっていければと思いました。帰れるように開演前までに
自分の荷物をまとめて、着替えて楽器片付けたらさっと帰れるように荷物をまとめておいてください。演奏よりもこれからちょっと忙しくなるのでそっちの方が気になって、なんかあんまり演奏に集中できなかったです。そうですね、本当に関わるところが多いんで、どこを何のタイミングでやるかとか、しっかりできてるかとか、うまく打ち合わせできてるかっていうところがやっぱり、まあでもいろんな係がいろいろ仕事をやってくれてるので、直前になったら演奏を自分たちがするのみって感じで、はい、体調は万全です。でも緊張はするんですけど、まあ、本番の緊張感すごい大事になってくるので、集中して頑張りたいと思います。まあ結構難しい場所がいっぱいあるんで、それはもう練習いくらしても不安ですけど、まあ当日のノリで頑張っていきたいと思います。今年で3年目なんで、いつも通りできればいいかなと思います。
お疲れ様です。無事に本番終わりました。いやーまあね、今まで頑張ってきた分がしっかり発揮できたかなって感じです。また今後も後輩たちにこの、ね、いい演奏会続けて、その青山学院管弦楽団を今後も、まあ、続けていいオーケストラとして頑張っていってもらえればいいかなと思います。